どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もペナントやっていきたいと思います。よろしくお願いします。斉藤さんいいじゃん、斉藤さんいいじゃん。どっちかというと抑えが欲しいんだけど、今俺抑えが欲しいんですけどね。はい、あ、岩瀬さん、岩瀬さん補強ポジション合致してんな。岩瀬さんかな。あ、いいじゃん。玉山、玉山、あ、川田もいいの。川田2位で残るかな。残んないかもな。いや、でも岩瀬さん特攻だろ、これは。まず、これ岩瀬さん特攻しないと始まらない気がする。これ岩瀬さん特攻だわ。もうダメだったらドンマイ、ダメだったらドンマイです。いや、なんか意外とね、いける気がするんだよね。なんか変な自信があるわ。ほらね、いけた。やっぱそうだよね。高間、斉藤さんに 1,2,3,4,5,6,7,9 だって。なんか斉藤さんに競合するかなって気がしてた。で、川田残ってた。オッケーオッケー。セカンドでかい、セカンドでかい、セカンドでかい。社会人26歳としてもセカンド取れるのでかい。で、あとは、土井良さそう。土井取りましょう。で、ピッチャーはあといる？良さそうなの。荻原でもクイックイしかないのか。ヤシいる？良さそうなの、良さそうなのいらっしゃいます？一芸にズバ抜けててもいいんですけど、誰かいらっしゃいます？出口、これね、絶対ソウルケースじゃないんだよな。出口だけ取るか。はい、出口だけ取って終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。でも1年目こんぐらいでしょう。岩瀬さん取れたのが一番でかいね。やっぱこういう時の、もう1年目から抑え固定よ。どんな成績でもとりあえず抑え固定だね。やった。万歳。万万歳。誰が戻ってくるんだろう。あ、あれが、ツッツゴーか。ツッツゴーさんですね。岩瀬さん。はい。ドラフト1位です。いや、完璧よ。本当に完璧。川田どうだろう。積極盗塁持ち。チャンスは F 確定だけど、足速そうだね。セカンドで普通にできればいいや。土井期待の逸材。いいね、いいね。緩急持ちです。出口は見えそうですか。出口見えるといいな。出口見せてくれ。さあ、1年目で一番大きい補強ポジションです。俺たちの FA よろしくお願いします。谷本さん、ウィール、レアードさん、とりあえず松本さんだけ取るか。戸上さん、松永さん、野手の方が欲しいかな。そこそこ安定してできる野手が欲しい。個人的には。スミスさんなんかめっちゃ打たれなさそうなのに結構打たれたりね。なんでだろう。能力としては結構高いんだけどね。望みが深い。高田さん、ロドリゲス、ビートル、ロメロ、アルカンタラカンタラさん、渡辺、な、鍋地チームいいんだけどさ。たまにはちょっと違う選手戻ってみようかなって。うわーん、強いんだけどね。怪我が惜しい。あ、今、うちの映画内で待ってます。杉谷さんですね。コール。ガンケルさんはフォーク作るのかな？コールね。いや、違う。アルカンタラさん。ラベロ。ガント4個8000万なのこれで。高っ。ハイパー高いじゃん。はい、エボリューション。ビエラさん。マルモレホス。あ、待って、坂本さんおるよ。坂本さんにしよう。キャッチャーし。松本さんよりお手にし、あ、まあ2人取るか。2人取っとこう。メルセデスは取るか。1億5000万ならクリースキー。お前とりあえず先発ローテこれで1人ゲットできたようなもんだもんね。メネズちょっと微妙か。微妙だな。宮台さん、今回なんかそこまでこれっていう選手はいないね。斉藤さんもね、結構今ちょっと取らないようにしてる。某高橋さん強いんだよ。某高橋さん強いんだよ。某さんは強いんだよ。疲れたからわかる。ガルシア。とりあえずこれでも2人ゲットできたもんね。2人でゲットできたの結構いいんじゃないのかな。はい、行きましょう。誰か、そうね、あれだ。今ここでカットしようかなと思ったけど、留学行かして覚醒までワンチャンあるからね。覚醒してくれたらいいなと思いながら行かしたいと思います。で、今回 GG 取ってくれてるんで、しっかりと生かしたい選手が決まってます、私は。ショートの穴をどう埋めるかだけがちょっと心配なんですけど、とりあえずヨーロッパに行かせたいと思います。はい。で、小園さんを、なんとしても私は育てないといけないので、小園さんをまず行かせます。あとはもう誰でもいいな。あとは別に誰でもいいな。
ニラサワさんでもいいかな。二人行きましょう。レッツラー。一っといで。竜、覚醒は。あったー、出口ー、出口ー、来た、これは来た、これ、来た、これ。ちょっと小園さんがどんな感じの成績で帰ってくるのかなと思ったんで、試しに、留学帰ってくるところだけ見てみましょう。はい、敗北です。敗北の騎士、ゆきちか。松本さん撃たれてるの？よくないな。お、小園さん守備力 BD になってる。いいじゃん、いいじゃん。ニラツカさんもよくね。ニラサワさんか。よくない？そこそこ強い気がするな、これ。いいじゃん。はい、1年間回してきました。咳込んでました。はい、どうも。よし、見ていきましょうか、成績。森下さん、負け運ついている 3.17 で2勝19敗。19敗はやば。2.86、5勝12敗。3.52、6勝12敗。3.89、3勝16敗。2.97、4勝11敗。3.44、7勝11敗。いや、先発ローテ合格やん、全員。なんなら、来年のエース、栗林さんね。で、2点台、坊さん。あ、でもこれ、こういう風に並べるの好きなんだよね。森下さん、メルセデス、遠藤、高橋さん。まあ、この6枚確定でいいんじゃね？山口さん。山口さん、覚醒してる？へぇ、覚醒したんだ。へぇ。土井さん。土井さん、微妙だな。森原さん。森原さん、いいね。森さん。島内さん。藤井さん。さすがよ、藤井さん。ほんと、マジで。第2の荒野。3.71。7敗してるのか。まあ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 、ありでしょう。岩瀬さん、5.58。ちょっと燃えたね。まあ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 、問い切れ。あとはもうちょっと、まあ、飛ばすかさればいけるでしょう。小園さん、2割6分1に8本。さすがだね。守備能力増したんだよね。サードのコンバートしてあります。はい。出口さん。出口ね、俺、出口期待してんだよね。出口に期待してるんだよね。来年留学行かせてみようかな。はい。坂倉さん、2割4分3に8本。まあまあ、これからだね。で、中村さん、いいじゃん。20本打ってる。それからさ、2割4分1に。2割2分3厘。落ちたなー。いやー、能力はいいんだよなー、ほんとに。能力はいいんだよなー。惜しい。ほんとになんか全てが惜しい、川田。石原さん。なんだろうね、全体。まあ、まあ、全ポジション、補強ポジションなのは間違いないんだけど、だいぶ強くはなってきてるんだよね。強くはなってきてるんだよ。そう、確率に強くはなってきてるんだよね。難しいところだね。難しいところだよ。こんな感じでまた皆様、次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。次回は A クラス行きたいな。バイバイ。あちなみに栗林さん監督です。